トマス・ミジリー、トマス・ミジリーは、アメリカの機械技術者、科学者。米国で、電話と呼ばれる、テトラエチルナマリを添加した、ガソリン、および、日本以外では、フレオンとして知られているフロンなど含め、100を超える特許を取得している。生前、その発明は称賛されていたが、今日、その発明が、環境問題の主要な原因と判明していることから、 現在の評価はおむねマイナスである。例えば、環境歴史学者の JR マクニールは彼を、有史以来、地球の大気に最も大きな影響をもたらした生命体と評価し、作家のウィル・ブライソンは、すごいほど残念な才能を持つと評価した。ミジリーは、米国ペンシルベニア州、ビーバーフォールズに生まれる。父もまた発明家であった。オハイオ州、コロンバスで幼い頃を過ごす。 1911年にコーネル大学で機械工学士を授与され卒業。ミジリーは米国の自動車会社ゼネラルモーターズの子会社デイトンリサーチラボラトリーにチャールズ・ケトリングの部下として勤務していた。1921年12月にテトラ・エチルナマリオがアソリンに転化するとエンジンがノッキングを起こさなくなることを発見する。デイトンリサーチラボラトリーは 鉛が添加されていることを報告書や広告で触れないように、その物質をエチルと呼ぶことにした。石油会社と自動車メーカー、特にその特許を保持していた GM 社は、自分たちの利益とならないエタノールに代わるものとして、精力的にあり鉛ガソリン化を推進した。1922年12月、ミジリーはアメリカ科学会からウィリアム・ H ・イチ・ニコルズ賞を受賞している。 これに続きいくつかの賞を受賞している。ガソリンへの鉛の添加は大気中に大量の鉛を放出する結果となった。ミジリー自身も鉛中毒となり長期療養を必要とした。1923年1月にミジリーが記している。有機鉛の中で1年以上も働くと肺がやられてしまい仕事を辞めて新鮮な空気の場所に移る必要があった。ミジリーは マイアミで過ごしている。GM はデュポン社に量産を委託し、委託業務の管理のために1923年4月、ゼネラルモーターズ・ケミカルカンパニーを設立している。社長がチャールズ・ケタリングとなり、ミジリーは副社長に就いた。しかし、デートンで働いていたスタッフの話では、1924年にオハイオ州デートンで行われていた。 テトラエチルナマリの試作工場で2名が死亡し、数名が病気となり、デュポン社がプロジェクトからの撤退を考え始めたきっかけとなったという。翌年、デュポン社のニュージャージー州ディープウォーターの工場ではさらに多数の死亡者を出している。1924年、デュポンの従来型製法での生産スピードに不満を持った GM 社は、ロックフェラー率いるスタンダード石油社と組み、 エチルガソリンコーポレーションを設立し、ミジリーを部長とした。ニュージャージーにあるベイウェイリファイナリーに工場を建設し、危険度の高い高温でのエチルクロライド製法を採用した。ベイウェイ工場では、当初の2ヶ月の間に鉛汚染による症状が発生した。それは幻覚症状を訴え、精神異常をきたし、引き続いて5人が死に至った。10月30日に、 ミジリーは記者会見に臨み、この新しい物質に接触した場合でも安全であることを訴えた。この会見の際、ミジリー自身が自分の手をテトラエチルナマリに浸し、ついで瓶に入れたテトラエチルナマリを鼻から60秒間吸い込んだ。さらにミジリーは、これを何の問題もなく毎日できる、死ぬことはない、と宣言した。しかし、 工場はニュージャージー州により数日後に閉鎖され、スタンダード石油はテトラエチルナマリの製造を禁止され、製造再開には州の許可が必要となった。ノッキングしない、このガソリンはエチルガソリンという名前で販売された。この U ナマリガソリンは1960年代に環境問題となる。ミジリーは1925年4月に GMCC 副社長を辞任した。 組織運営についての経験不足からだと報道された。彼はその後も GM 社員に留まった。1930年、GM は、ミジリーを家庭用器具で使用できる無毒で安全な冷媒の開発を命じた。ミジリーはクロロフルオロカーボンを発見し、フレオンと名前をつけた。日本ではフロンとして知られている物質である。ミジリーは、 記者会見で自ら開発したフロン12を吸い、ろうそくの火を吹き消すことにより安全性をアピールした。それまでヒートポンプや冷蔵庫で使用されていた有毒で爆発性のある数多くの物質をフレオンが置き換えることとなった。さらにエアゾールスプレーの噴射剤や薬の吸入器などでも使われた。1940年51歳の時にポリオを発症する。 これは、ミジリーに、後遺症となって残る。ミジリーはベッドから起きる際に綱とか死者を使った仕掛けを考案し使用するようになった。ところが、55歳の時この仕掛けに絡まって窒息して、亡くなっている。だが、ある説では、ミジリーはかなり落ち込んでいたため、自殺したのではないか、とも言われている。ミジリーは、フレオンのゾン層への影響が広く知られる前に、亡くなったのである。 ユーナマリガソリンが米国から消えたのは1973年、クリーンエアーアークトが、路上走行用自動車に対してアリナマリガソリンを販売することを禁止したのが1996年で、ある。しかしながら、米国内でも航空機、レーシングカー、農業機器、マリンエンジンでは2008年まで使用が認められている。南アフリカ、アフリカ、アジアのいくつかの国、中東では、 未だ、有鉛ガソリンが一般的に使用されている。その一方で、GM 社や石油メジャーとのしがらみが薄い日本では、自動車メーカーがむしろ排ガス対策に積極的だったこともあって、1980年代初頭までには、航空用を除いて有鉛ガソリンは一掃されてしまった。モントリオール議定書では、フロン類の生産を主要国に対して禁じており、 その他の国での生産も2010年までにやめて地球上からなくすこととされている。医薬品業界ではすでにフロン類を使用しない吸入器具としている。しかしながらフロン類を使用したヒートポンプはその他の物質を使用したものよりもはるかに効率が良い。そのためフロン類は環境を破壊する、よって使用は禁止されるべきということに対し反対を唱える。 人々も少なからず存在する。また、現在の生産禁止条項によると、それが適用される国であっても、適用外の国で生産されたフロン類を輸入し、使用することに対しては、政権が設けられていない。英語版、Wikipedia EN、トーマス・ミッチレイ、ジュニア、2時40分、27オクトーバー2006の翻訳、ありがとうございます。